はい、皆さんこんにちは。レクセン2コースの川原です。では2021分野別過去問解析プラスアルファ当連鑑定論で2回目の講義を行っていきます。手元第2回の解説レジュメ準備してください。第2回解説レジュメ準備してください。はい、問題1を使いまして、プレ講義を行っていきます。第2回の解説レジュメ、手元準備してください。はい、問題1使いましてプレ講義を行っていきます。よろしいでしょうか。はい、では問題1、問題文読んでいきます。1ページ目、問題文のところを見てください。では問題、鑑定評価の条件設定に関する次の各設問に答えなさい。小問の1、条件設定の必要性について述べなさい。小問の2、条件設定に関する依頼者との合意について説明しなさい。小問の3、使用収益を制約する権利が付着している不動産について、その権利がないものとして鑑定評価を行う場合の条件設定について次の各問に答えなさい。1、条件設定にあたってどのような観点から妥当性の検討を行う必要があるか説明しなさい。2、鑑定評価報告書の記載事項について簡潔に説明しなさいとなっています。問題1は、総論第5章鑑定評価の条件について、総論第9章鑑定評価報告書の記載の理解も試す、これ直近令和2年の本試験問題ですね。第1問問題1ということになってきます。はい、では答案構成していきます。まずは小問の1ですね。中心の手は、条件設定の必要性ということになってきます。まずは上位概念として、鑑定評価の条件というのは、どのような場面で設定するかというと、どのような手順で設定するかというと、これ対象不動産の確定において設定するのが鑑定評価の条件ですので、まずは上位概念として、場面設定ですかね、対象不動産の確定について簡潔に述べた上で、で中心論点、条件設定の必要性、ズバリこれ留意事項に、異議という形で、条件設定の異議という形でこの必要性が留意事項に示されてますので、その留意事項の、文章をしっかりと引用することが第一ということになってきます。長めの留意事項なんですけど、ズバリね、しっかりと留意事項に該当箇所がありますので、必要性という形で、留意事項を引用していくのが第一ということになってきます。で、次、小問2ですね。条件設定に関する依頼者との合意について説明しなさいとなっています。これ難しく考えすぎずに、ズバリ基準に、依頼者との間で鑑定評価依頼契約上の合意をしておかなきゃならないんだって基準がありますね。その基準を引用すれば基本的には十分ということになってきます。この後模範解答例ですと少しね、丁寧な論証をしてるんですけど、実際本試験において、対応という意味では、基準に、依頼者との間で鑑定評価依頼契約上の合意をねしておかなきゃならないって基準の文言がありますので、その文言さえしっかりと引用できれば、小問2については十分ということになってきます。小問1、2というのは、小問3についての上位概念です。小問3が勝負どころでして、その上位概念として、小問1について、条件設定の必要性と条件設定する際の依頼者との合意ですねについて問いね聞いている、そういった、小問ということになってきます。で、勝負どころが小問3ですね。まずは、具体例が示されてますよね。使用収益制約する権利が付着している不動産について、その権利がないものとして鑑定評価を行う場合ですね、プチ事例といいますか場合が設定されてまして、で1はその条件を設定する際の妥当性ですね。妥当性、いや要件論ということです。妥当と認められる、要件論を示すことが1第一ということになってきます。で、鑑定評価の条件というのは大きく言うと3つですよね。鑑定評価の条件というのは、対象確定条件、想定上の条件、調査意図条件です。それぞれ要件論が示されています。なので、本件場合がどの条件に該当するのか、しっかりと指摘をしないと要件論を説明することができない。これがポイントですね。この具体例と示されている、場面が設定されている使用収益、制約する権利が付着している不動産について、権利がないものとして評価を行う場合が、どの条件に該当するのか、ズバリ対象確定条件に該当します。実際本試験ですと、想定上の条件に該当すると間違えてしまった方が、結構いらっしゃいます。
実際本試験ですとヒアリングしたんですけど、想定上の条件と判断してしまったとか、それを書いてしまったとか、そういった方結構いましたので、この問題の勝負どころはこの正門さんがこれ対象確定条件に該当するんだということをね、しっかりと把握できたかどうかが、まあ、ポイントということになっていきます。本件条件が対象確定条件に該当するんだ指摘をした上で、で丸1ですね、妥当性要件論です。対象確定条件設定するために要件論は、鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないですね。この1要件基本的には満たせば設定することができます。要件論というのは鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないですね。この要件論をしっかり示すとともに、これ中心論点として書かれてますので留意事項がありますよね。これ恐れがある場合というのは具体的どんな場合なのかという形で、この要件論について留意事項が示されていますので、中心論点として引かれていますので、この留意事項までしっかりとですね引用してほしかったのが丸一妥当性、要件論の題ということになっていきます。基準、さらには留意事項までしっかりと引用できたかどうかがね丸一ポイントになってきます。で丸二、中心論点は鑑定評価報告書への記載事項ですね。まあ、通常加点自由的に述べるものをね中心論点として聞かれています。まあ、簡潔にとありますので、もうストレートに9章で示されている記載事項ですね、これ必要性記載事項の2番目ですね。鑑定評価の条件という形で必要性記載事項を示されてますので、そのね9章の基準をしっかりと引用することが丸に大ということになってきます。で一応本文のポイントとしましては、では2ページ出題意図のところを見てください。2ページ出題意図を見てください。はい、2ページ出題意図を見てください。で第2段落見てください。1番上出題意図の第2段落見てください。勝負どころは正門さんが対象確定条件についての論点であることを的確に把握し、留意事項も引用しつつ要件の丁寧に説明できたか否かがポイントとなってきます。つまり本文の勝負どころは、ね、この正門さんだったということになってきます。はい、では回答例見ていきましょう。では、はい、10ページ開いてください。はい、回答例確認していきます。はい、10ページ開いてください。まずはこう場面設定ですかね。条件を設定する場面として、縦1ですね。対象不動産の確定について説明していきます。縦1。不動産の鑑定評価を行うにあたっては、まず鑑定評価の対象となる土地または建物と物的に確定することのみならず、鑑定評価の対象になる所有権、所有権以外の権利を確定する必要があるですね。確定というのは、物的な確定のみならず、まあ、権利についても確定することなんだってことで、物的確定と権利の確定です。もしくは、まあ、鑑定評価の基本的事項として対象不動産価格時点または価格または賃料の種類を確定するんだって代わりの基準を、ね、引用してもいいです。この対象不動産の確定もしくは基本的事項の確定ですかね、あたりを上位概念として示すということになっていきます。で条件設定の必要性ですね、まあ、意義です。しっかりと、留意事項を引用していきます。縦に、対象動作の確定に際しては、現実の用途や権利の対応並びに地域および個別的な所有として不動産の価格を求めることのみでは、多様な不動産取引の実態に即応することができず、社会的な需要に応ずることができない場合があるので、条件設定の必要性が生じてくるとなっています。まあ、現況所有とするのみでは、多様な不動産取引の実態に対応することができず、社会の需要、ニーズに応えることができないなということです。例えば、まあ、対象確定条件で言いますと、現況自他です。でもある依頼者が、建物の価値はいらないので、まっさらのさらしとして評価をしてください。そういった需要があるにもかかわらず、鑑定士が、いやもう鑑定評価は現況証とした評価しかできないんですよってなってしまうと、全然鑑定評価って広がっていかないわけですよね。社会のニーズ、需要がある以上、それに応えるためには、まあ、条件を設定する必要があるな。それが条件設定の必要性ですよね。社会的な需要に、応ずるためですね。これが条件設定の必要性ということになっていきます。で加えてですね、第2段落意義について丁寧に説明していきます。縦に、第2段落、条件の設定は依頼目的に応じて対象動作の内容を確定し、対象確定条件設定する地域もしくは個別的要因についての想定上の条件を明確にし、
または不動産鑑定士の通常の調査では事実の確認が困難な特定の関係性要因について調査の範囲を明確にするもの、調査意図、条件である。したがってこの後重要ですね。条件設定は鑑定評価の妥当する範囲及び鑑定評価を行った不動産鑑定士の責任の範囲を示すという意義を持つものであるとなっています。まあ、最終2行ほどが重要ですね。条件というのは鑑定評価の妥当する範囲、鑑定評価を行った不動産鑑定士の責任の範囲を示すという意義ですね。ある意味必要性を有しているんだってことです。いや、これ免責のためってことですね。現況を自立てです。で、独立鑑定評価として晒しとして評価を行いました。今回の鑑定評価妥当する範囲は晒しのところです。で、鑑定士として責任を有するのも晒しです。なので建物について評価に反映していなくても、まあ、責任を負いませんよってことです。ある意味この免責のために示していくのが、まあ、鑑定評価の条件ですね。そういった意義必要性を有しているんだということになってきます。で、これ鑑定評価の条件設定の意義についての留意事項なんですけど、で、続きの文章がありますよね。この留意事項の続きの文章、続いて鑑定評価の条件設定の手順という基準で留意事項が続きの文章で、ね、続いています。なので合わせて条件設定の手順についてもちょっと問題2に向けてですね、この異議の留意事項に続いてのね、これがカッコ1という形 で留意事項カッコ2という形で条件設定の手順というものが、留意事項ですね示されてますので、ちょっと問題2に向けてこう鑑定評価の手順の留意事項についてもこうしっかりとね合わせて確認をしておいてください。はい、では小問に移っていきます。はい、小問2で本文、鑑定評価の条件は鑑定評価の対象をする不動産が物的及び権利の対応としてどのような不動産かを確定するため、または対象不動産の関係性要因はどのようなものであるかを設定するための条件であるので、条件設定をする場合、鑑定評価の対象をする不動産の現実の利用状況をしようとする場合を含め、依頼者との間で当該条件設定に係る鑑定評価依頼契約上の合意がなくてはならない。鑑定評価依頼契約は不動産鑑定業者が行うものであるが、条件設定については不動産鑑定士が直接依頼内容の確認を行うべきであるとなっています。先ほどもねちょっと説明しましたが、こう中心論点なので、模範解答例なので、まあ、長々とした、まあ、丁寧な説明をしてるんですけど、まあ、これ実際こんな書けないです。もう実際に本試験で記述してほしかったのはここですよね。依頼者との間で当該条件設定にかかる鑑定評価依頼契約上の合意がなくてはならないんだってことですね。ここの基準だけでいいです。もうここの基準だけをねしっかりと示していれば十分ですね。守りの答案になってきます。要は条件設定というのは、まあ、前提とする物的事項、権利の対応に関する事項、もしくは価格形成要因をこう設定ですね、確定するものなので、現況処理とした鑑定評価である場合を含めて、条件設定する場合にはですね、まあ、後々のね、問題なんか生じたことを、問題が生じることを踏まえてですね、ある面積のためにしっかりと依頼者との間で、契約上の合意を取っておく必要があるんだ、そういったこれね、要請ということになってきます。まあ、大前提の要件論で、全てね、それぞれの条件、要件論があるんですけど、全ての条件共通の大前提の要件論が、まあ、そもそも論として依頼者との間で、現況しようとした鑑定評価を行う場合も含めて、契約上合意を取っておけですね、そういった要件論ということになってきます。こんなに丁寧に書かなくていいです。この基準の文言をしっかりと引用すればね、十分守りの答案ということになってきます。で、勝負どころの小問さを移っていきます。はい、小問さんですね。はい、まずは要件定理的に対象確定条件について説明をしていきます。小問さん ① ですね、縦位置見てください。対象不動産の確定にあたって必要となる鑑定評価の条件を対象確定条件と言います。名前の通り確定に必要な条件なんで対象確定条件と言います。で、第2段落、対象確定条件は鑑定評価の対象する不動産の所在範囲等の物的事項、所有権、賃借権等の対象不動産の権利の対応に関する事項を確定するために必要な条件であるとなっています。この冒頭で指摘した通り、確定というのは物的確定と権利の確定に分かれてきますので、確定するために必要な条件もね、対象確定条件も、物的事項ですね、物的事項、さらには
権利の対応に関する事項を確定するために必要な条件、つまりこの権利の対応に関する事項を確定するための条件も対象確定条件に該当するんだってことですよね。第三奈落、対象確定条件としては対象動産の権利の対応に関するものとして価格時点と異なる権利関係を前提として鑑定評価の対象とすることがあるんだということです。ある意味ね、権利の対応に関わることからも対象確定条件なんだ、要件定理的に示した上で、じゃあ本件条件はという形でこれある意味当てはめをしていきます。縦に見てください。使用収益を制約する権利が付着している不動産について、その権利がないものとして鑑定評価を行う場合、例えば貸し屋及びその敷地を需要の建物及びその敷地と想定する場合とも対象確定条件に該当するんだということになってきます。使用収益制約する権利が付着している場合で、その権利がないものとして評価を行う場合も、最後対象確定条件に該当するんだ、しっかり指摘をするということです。でプラスこうテクニックですね、自分の理解、深い理解をアピールする際のテクニックとして、このね、具体例を挙げるってパターンですね。例えばって形で、例えば貸し屋敷を地建てとして想定して評価を行うね。建物賃借権が付着しているにもかかわらず、その建物賃借権がないね、地建てとして評価を行っていく場合も、これ対象確定条件に該当するんだって形ですね。この例えばって形で具体例を挙げることによって深い理解をアピールする、テクニックですね。こうしっかりと加点がもらえます。この貸し屋敷を地建てとして評価を行う場合が対象確定条件に該当するんだって知識は、こう担当の本試験で、ね、こうよく出されている知識ですので、まあ、そのあたりも、ね、うまく思い出していただいて、こういった具体例を、ね、示して深い理解をアピールしてほしかったということになってきます。まず大前提として、本件条件がこの対象確定条件に該当するんだってこうしっかりと指摘することが、まず最も重要な、ね、ポイントだったということになってきます。で妥当性ですので、ズバリ要件論ですね。条件の問題はもうしっかりと要件論を示すことが、ね、点数を、ね、取っていくポイントになってきます。では11ページ上ですね、妥当性要件論を示していきます。対象確定条件を設定するにあたっては、対象不動産に係る諸事項についての詳細確認を行った上で、依頼目的に照らして鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないかどうかの観点から妥当性の検討を行う必要があるんだということになってきます。要件論としましては、鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないですよね。この要件が必要となってきます。この要件は全ての条件共通の要件論ですよね。対象確定条件、想定上の条件、調査等条件、全ての条件で必要となってくるのが、この鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないですね、この要件論ということになってきます。依頼目的に照らして利用者の利益害する恐れがないということが、対象確定条件設定するためには必要となってきます。でこれ中心論点として聞かれてますので、ぜひこの留意事項はですね、次の段落移ってください。留意事項をしっかりと引用していきます。対象確定条件設定する場合において、鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがある場合とは、鑑定評価の対象とする不動産の現実の利用状況と異なる対象確定条件を設定した場合に、現実の利用状況との相違が対象動作の価格に与える影響の程度等について、鑑定評価書の利用者が自ら判断することが困難であると判断される場合、すなわち鑑定評価の結果である鑑定評価額をもとに何かしらの判断を行うものに対して、その判断を誤らせる可能性があることを意味しているんだということになってきます。恐れがある場合というのはどういった場合かというと、条件を設定したことの影響を利用者自ら判断することが、ね、難しい場合です。困難と判断される場合、要は判断を誤らせる可能性がある場合ですので、そういった利用者の判断を誤らせる可能性がない場合には、恐れがないという形で対象確定条件設定することができるんだということになっていきます。これ一点注意点が、ここで示されている留意事項は、恐れがある場合とはって形で留意事項を示される。たまにこれね、恐れがないというのが要件なので、恐れがない場合とはって形で記述しちゃう人がいるんですけど、
まあ、確かに分かりづらいんですけど、これ恐れがある場合の説明が留意事項にされてますので、そこはちょっと勘違いしないようにしてください。やっぱりここはね、この留意事項までしっかりと引用してほしかったということになってきます。中心論点です。加えてこの回答例はね、この程度なんですけど、さらになんか答案構成の段階でなんかこれも書いた方がいいんじゃないかなって思ったところってないですかね。さらに中心論点なので、ここから広げるとするならば、この要件の中にこの鑑定評価書の利用者って登場人物が出てきてますよね。これについても留意事項がありますよね。まあ、その留意事項をですね、引用してもね、あの全然良かったと思う。あの加点自由だと思います。それは、レジュメ5ページ戻ってください。レジュメ5ページ。開いてください。はい、上。留意事項という形で示されている、意の段落ですね。5ページ。上、留意事項と書かれているところの意の段落を見てください。はい、意の段落見てください。利用者について留意事項が示されています。鑑定評価書の利用者とは、依頼者及び提出先等総論、第8章第2節で規定されるものを言うのほか、法令等にもつく不動産鑑定士の鑑定評価を踏まえ販売される金融商品の購入者等を言うとなっています。ここですよね。で、依頼者、提出先等で8章で規定されているってありますよね。これ8章の利害関係者との整合性が保たれた利用者の意義が示されています。この鑑定評価書の利用者というのは8章で利害関係者が出てきますよね。その利害関係者の意義と整合性を、ね、取った意義が示されています。なのでもしもこの鑑定評価書の利用者が、ね、この鑑定評価書の利用者が中心論点として聞かれた場合にはぜひこうね、提出先等の等もね、丁寧に説明してほしい。つまり8章の基準でこの提出先等の等が誰かというのが示されています。提出先、さらにはこれ見せるだけの開示の相手方ですよね。等というのはこれ開示の相手方を指してますので、ぜひこの鑑定評価書の利用者が中心論点と聞かれた場合には、依頼者、提出先、さらには開示の相手方という形で8章の基準をも引用して丁寧に利用者の意義について説明を加えてほしいということになっていきます。本文でもね、加点重的にこの利用者の意義をね、示してもね、全然良かったということになっていきます。はい、でまた回答例戻っていただきまして、では11ページ回答例戻ってください。はい、で要件論ですね、示した場合の加点自由的に、じゃ縦さんのところを見てください。縦さん、条件設定が妥当ではないと認められる場合には、依頼者の説明の上妥当な条件に改定しなければならないですね。これ加点自由です。妥当ではない場合、つまり要件を満たさない場合にはすぐに評価を断るんじゃなくて、依頼者に説明の上妥当な条件に改定することをですね、お願いしなさいということですね。そういった対応策が示されています。これ加点自由ということになってきます。で正門さん丸にですね、通常は加点事由として述べるこの9章の記載ですね、鑑定評価報告書の記載事項です。で、本文は簡潔に説明しなさいとありましたね。中にはまずあの鑑定評価報告書の意義をこう答案構成の段階でこう書こうかなって判断した方もいると、まあ、決して間違いとは言わないんですけど、本件はやっぱり簡潔にって指示がありましたので、もういきなりストレートに9章の記載事項ですね、特にこの鑑定評価報告書の意義を示せずに、もうストレートにね、必要適材事項の2番ですね、記載事項を述べていきます。で本文、鑑定評価報告書における鑑定評価の条件の箇所には、対象確定条件について、その条件の内容及び評価における取り扱いが妥当なものであると判断した根拠を明らかにするとともに、必要があると認められるときは当該条件が設定されない場合の価格等の参考事項を記載すべきであるとなっています。9章の基準です。対象確定条件について内容ですね、どういった対象確定条件を設定したのか、あとは取り扱いが妥当なものと判断した根拠、要はこれ要件を満たしてるんだってことをね、しっかりと根拠を示したこと、
恐れ、こういった点で恐れがないので、ね、妥当なんだって形で、要件を満たしていることをしっかりと説明するとともに、必要があると認められるときは、条件設定されない場合の価格等を参考として、対象確定条件の場合には、要はこれ原則論であります、現況証とした鑑定評価を行った場合の価格等々を参考事項として記載すべき、ね、そういった要請ということになってきます。はい、以上がこれ令和2年ですね、直近本試験の問題1ということになってきます。で、これ対象確定条件メインの問題でしたよね。で、じゃあ残りの2つの条件についてでちょっとね確認をしていきます。条件はやっぱり要件論がポイントですので、では続いてね、想定上の条件について合わせて確認をしていきます。想定上の条件については、ではレジュメ5ページ戻ってください。5ページ戻ってください。残り2つの条件についても合わせて確認をしていきます。はい、5ページ下、地域要因または個別提携についての想定上の条件ですね、参考と書かれているところを見てください。条件論を確認していきます。はい、本文、対象不動産について依頼目的に応じ、対象不動産にかかる価格形成要因のうち、地域要因または個別的について想定上の条件を設定する場合があるとなっています。まあ、場合がある、まあ、任意ということになってきます。具体的にどういった条件を設定するかといいますと、具体例としましては、では、9ページ開いてください。9ページ、想定上の条件の具体例としましては、はい、9ページ開いてください。まあ、要点解説ね、真ん中ですね、真ん中の説明文のところを見てください。想定上の条件の具体例と書かれているところを見てください。想定上の条件としては、用途地域が第一種住居地域から商業地域へ変更されたものとして、汚水処理施設が移転したものとして、というような地域要因についての条件と、全面道路が拡幅されたものとして、土壌汚染が損する土地であるが汚染が除去されたものとして、というような個別的要因についての条件があるとなっています。まあ、特にこの土壌汚染との絡みが重要ですよね。具体例としては、土壌が汚染されてるんだけど汚染が除去されたものとして、というような、これ個別的要因についての想定上の条件です。これ代表例です。土壌が汚染されています。で、除去することが予定はされてるんだけど、ただ価格時点においては除去されていないので、除去されたものとして、除去が実現したものとして評価を行っていくのが想定上の条件です。土壌が汚染されています。で、除去することが予定はされています。予定はされてるんだけど、価格時点現在においては除去されていないので、除去が実現されていないので、除去されたものとして、除去が実現されたものとして評価を行っていくのが想定上の条件の対応ということになってきます。で、何でもかんでも設定するわけじゃなくて、要件論ってことね。条件は要件論がポイントです。また5ページ戻ってください。はい、5ページ戻っていただきまして、一番下ですね、では3行目、この場合には設定する想定上の条件が、鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないかどうかの観点に加え、特に実現性や合法性の観点から妥当なものでなければならないとなっています。3要件ですね。まずは全ての条件共通の要件論であります、鑑定評価書の利用者の利益を害する恐れがないとともにですね、実現性で合法性ですね、この3要件が想定上の条件においては必要となってきます。最終的には実現し、その実現することが合法的であることが必要です。特にもう実現性ですよね。想定上の条件でいうと、最終的に実現することが必要になってきますので、要件論としましては、実現することが合法的、さらには実現性、この実現性が非常にポイントになってきます。で、続きの文章、一般に地域要因について想定上の条件を設定することが妥当と認められる場合は、経営各部初期制の変更勧誘に権能を持つ公的機関を設定する事項に主として限られます。先ほど地域要因についての想定上の条件の具体例としましては、用途地域が変更されたものとして、汚水処理施設が移転したものとして、これ一個人が実現できるようなものじゃないですよね。なので、こういった地域要因についての想定上の条件は、そういったことの、ね、変更改変に権能を持つ公的機関の設定する事項に基本的には限られるんだということになっていきます。ちなみに
問題が個別的要因についての想定上の条件についての問題の場合には、この地域要因についてのこの記述はですね、カットした形で割愛して、論じる必要があります。ではこの最も重要なこの実現性ですね、この実現性留意事項がありますので実現性に確認していきます。実現性の留意事項が、では6ページ進んでください。6ページ開いてください。上から5行目ぐらいですかね。意の段落のところを見てください。実現性について留意事項が示されています。上から5行目意の段落。実現性とは設定された想定上の条件を実現するための行為を行うものの事業遂行能力等を勘案した上で当該条件が実現する確実性が認められることを言います。実現性というのは、実現する確実性が認められることです。もう少し詳しくプラスアルファですね、9ページ9ページ開いてください。9ページ一番下の要点解説明文のところを見てください。9ページ一番下要点解説、実現性の確認について見てください。本文、実現性の確認にあたっては対象不動産にかかる価格形成要因を変更する権限を持つ者、所有者や購入予定者等に想定する変更を行う意思や着手の有無を確認するとともに、当該変更を行う視力があるかどうかを考慮しなければならないとなっています。権能を持つ人にですね、当然意思とか着手の有無を確認するんですけど、ともにですね、重要なキーワードは視力ですね。視力についてもしっかりとチェックする必要があります。すぐで土壌が汚染されているか除去されたものとして、土壌汚染を除去するためで莫大な費用かかります。なので権能を持つ企業等々が破綻しているような場合には視力負担することができませんので、実現性が認められない想定上の条件設定することができないことになっていきます。実現性の確認にあたっては意思だったり着手の有無とともに視力についてもしっかりとコールですね、チェックする必要があるんだということになっていきます。ぜひこう実現性が中心論点と敷かれた場合には、留意事項プラスこの視力等々のキーワードのプラスアルファの説明も加えてほしいということになってきます。でまた6ページ戻っていただきまして、6ページ6ページ、この意の段落で実現性で3行目、名岡機構あります。やはりこれ名岡機構は地域要因についての想定上の条件を設定する記述ですので、これ個別的要因についての想定上の条件の問題の場合にはやっぱりこう名岡機構は割愛した形で論じる必要があるんだということになってきます。で続いてこう3つ目の条件ですね、調査範囲と条件について確認をしていきます。で本文、不動産鑑定士の通常の調査の範囲では対象不動産の価格への影響の程度を判断するための事実の確認が困難な特定の価格形成要因が存する場合、当該価格形成要因について調査の範囲にかかる条件、調査意図条件を設定することができるとなっています。まあ、できる、やっぱりこう任意ということになってきます。まず調査範囲と条件というのは、設定対象が特定の価格形成要因に限定されてますよね。まあ、具体的には鑑定士の通常の調査では事実確認が困難な特定の価格形成要因です。具体例が留意事項で示されてますよね。はい、下留意事項を移ってください。カッコアからカッコへという形で具体例ですね、特定の価格形成要因が挙げられています。カッコは土壌汚染の有無及びその状態、カッコい建物に関する有害な物質の使用の有無及びその状態、カッコ埋蔵文化財及び地下埋設物の有無並びにその状態、カッコへ隣接不動産との境界が不分明な部分が損する場合における対象不動産の範囲となっています。要は鑑定士の能力としてはなかなか厳しくて、別の、ね、専門家に任せた方がいいような、まあ、専門性の高い価格形成要因が特定の価格形成要因ということになってきます。鑑定士の能力としてあるもキャパオーバーで、別の、ね、専門家に任せた方がいいような、そういった専門性の高い価格形成要因が、特定の価格形成要因、具体例ということになってきます。やっぱりここでもね、こう土壌汚染というものが、ね、出てきています。でまた上の基準に戻ってきまして、
特定の価格形成要因といって、まあ、調査の範囲を限定するこの調査範囲と条件というものを設定することができます。では、調査範囲と条件を設定した価格形成要因についてはどのような取り扱いが許されているのかってことです。主な取り扱いとしましては、じゃあ7ページ、はい、下ですね、8章の留意事項を見てください。7ページ下ですね、一番下。8章の類事項ですね。この価格形成要因から除外をして評価を行うことが可能な場合というのがありまして、大きく3つですね、3つ除外できる場合としては3つです。まずは一般的な社会通念や科学的知見正しい原因や因果関係が明確でない場合が1つ目で、続いて不動産鑑定との通常の調査において当該事項の損費の短所すら確認できない場合ですね。鑑定士の通常の調査で短所可能性すら確認できない場合が2つ目で、で3つ目がじゃあ最終行ですね、また書きのところを見てください。また調査範囲と条件を設定して鑑定評価を行う場合は当該条件、8ページ、を設定した価格形成を除外して鑑定評価を行うことができます。調査範囲等条件を設定した場合は設定した価格形成について除外をして評価を行うことが許されています。ただ取り扱いは除外だけじゃないですね。除外では対応できない場合がありまして、もう一度6ページ、この特定の価格形成の具体例を見てください。はい、6ページ、この特定の価格形の具体、例えば土壌性の中ですと調査範囲等条件を設定して評価にあたっては除外、考慮外とする対応で全然対応できるんですけど、カッコ A 見てください。カッコ A、隣接動産との境界が明らかになっていない不分明ですね。境界というのは確定をしなければ対象動産確定できませんので評価を行うことができません。つまり境界というのは除外という取り扱いは、ね、できません。境界を無視する、除外するというのはそれ無理です。なのでこの境界については除外という取り扱い対応ができません。なのでこの境界不分明の場合には限定された調査を踏まえてこれ鑑定士として境界をですね客観的に推定していくって対応していきます。これ除外はできませんので、境界不分明の場合には限定された調査を踏まえてですね、鑑定士として客観的にね境界を推定していく、客観的に推定というね対応を行っていくこともあったりします。つまり調査範囲等条件設定した場合には主には除外なんですけど、客観的な推定で対応する場合もあります。だから取り扱いがこう、ね、一応複数あるわけなんですね。なので7ページ、はい、真ん中あたり、うと書かれている段落のところを見てください。7ページ真ん中あたり、うと書かれている段落のところを見てください。調査範囲等条件を設定する価格形成要因については、当該価格形成要因の取り扱いを明確にする必要がある。これ、取り扱いが複数あるので、どのような取り扱いをしたのか明確にしなさいとの要請です。除外をしたのか、客観的な推定で対応したのかですね。どのような取り扱いで対応したのか、しっかりと明確にする必要があるんだ。そういった要請ということになっていけば、主には大抵は除外なんですけど、場合によっては客観的な推定で対応する場合もあるんだね。そういったこれ、ね、記述ということになってきます。ただ、調査範囲等条件というのは、やっぱり何でもかんでも設定できるわけじゃなくて、やっぱり要件論ですね。条件は要件論がポイントです。また6ページ戻っていただきまして。では、要件論。4行目、正しい項から見てください。真ん中基準ですね。正しい項。ただし調査範囲等条件を設定することができるのは、調査範囲等条件を設定しても鑑定評価士の利用者の利益を害するすれがないと判断される場合に限ります。これ全ての条件共通の要件論ですね。鑑定評価士の利用者の利益害するすれがないですね。この要件、まあ、1要件だけでいいということで、この要件を満たすことが必要となってきます。で、調査範囲と条件についてはどのような場合に恐れがないと言えるのか、具体例が、ね、示されています。はい、下留事項ですね。じゃあ最終行括弧から見てください。恐れがない場合の具体例が挙げられています。括弧から、依頼者等による当該価格形成に関わる調査査定または考慮、7ページ、
した結果に基づき、鑑定評価書の利用者が不動産の価格形式にかかる影響の判断を自ら行う場合、かっこいい不動産の売買契約等において当該価格形式要因にかかる契約当事者間の取扱いが約定される場合、各担保権者が当該価格形式要因が損する場合における取扱いについての指針を有し、その判断に資するための調査が実施される場合、かっこ当該価格形式要因が損する場合における損失等が保険等で担保される場合、かっ財務諸表の作成のための鑑定評価において当該価格形式要因が損する場合における引当金が計上される場合、財務諸表に当該要因の損費や財務会計上の取扱いにかかる注記がなされる場合、その他財務会計上当該価格形成にかかる影響の程度について別途考慮がされる場合です。要はこれ鑑定評価の枠外で別個リスク回避リスク判断がなされているような場合には、これ鑑定評価書の利用者の利益をする利益を害する恐れがないという形で調査員と条件を設定して主に除外という形で対応することができるんだということになってきます。例えば土壌線ならばですね、例えば土壌線ならば、売買契約において、ね、投資者間で取り扱いが約束されている、あとあと土壌線見つかった場合には売り主負担で除去費用を負担しますとか、あと担保において土壌線見つかった場合に指針が示されているとか、あとは土壌線について保険等でカバーされている場合とか、あと財務会計上ですね別途考慮がされている場合とか、こう何かしら鑑定評価の枠外でリスク回避リスク判断がなされている場合には、利用者の利益害する恐れがないという形で調査員等条件を設定して主に除外という形で評価を行うことができます。実現性とかの要件不要ですからね、鑑定評価の枠外で別個リスク回避リスク判断がなされているので要件論そのものとしてリスクを回避するための実現性までは不要ということです。鑑定評価の枠外でリスク回避がなされているので鑑定評価内の要件論としてリスク回避実現性は不要ということです。鑑定評価の枠外でしっかりとリスク回避がなされているならば利用者の利益に害する恐れがないという形で調査員等条件を設定して主に除外という形で評価を行うことができるというのが調査員等条件ということになってきます。とにかく条件の問題はこう要件論をしっかりとね留意事項も含めて示すことがポイントです。なので問題2に向けてもですね、実際に書いてもらう問題2に向けてもですね、やはり要件論です。いろいろとヒントを言いましたので、こう留意事項も含めてやっぱ要件論ですね、それぞれしっかりと押さえておくことが、ね、ポイントになってきます。はい、では以上を踏まえまして、これ1回目でも言ったんですけど、すぐに回答を書く必要ないですからね、まあ、本当にやっぱ1日ぐらいかけてこう今説明した問題1について、あとヒントなんかも含めてですね、しっかりと復習をした上で、でお手元問題2ですね、第2回の問題用紙とあとは回答用紙1セット準備していただきまして、で60分しっかりとこう時間を計っていただきまして、問題1の類似問題ですね、問題2についてですね回答を作成するようにしてください。ぜひ問題1しっかり復習した上でですね、1日ぐらいかけても構いませんので、しっかり復習した上で、類似問題での問題2について第2回の問題用紙とあとね回答用紙1セット準備していただきまして、しっかり時間を計っていただきまして60分で、ね、回答ですね作成するようにしてください。はい、じゃあ以上をもちまして第1回、問題1のねヘブレ講義解説を終了いたします。